阿賀さんはどう？僕ですか？こういう状態だと。僕ここだとですね、はい、こうフロントエッジ100ですよね、はい、フロントエッジ100で、であ100で多分、105ですね。そうですね、105でピンが多分ですね、ピンが10だと思うんですよ、はい、フロントエッジから、はい、なのでトータル115かなと思います、はい、そうですね。でライが非常に良くないので、その傾斜が、はい、きついですよね。通常の平らなところだと50度っていうウェッジを持ってるので、はい、50度のフルショットで大体行く距離なんですよ。だけどここだとスイングの大きさが絶対小さくなるので、振り幅で言うとこのぐらいですかね、はい、このぐらいの振り幅になってしまいますから、やっぱり番手は1個上げます。でピッチングで、はい、打っていくっていう感じですね、はい、でもう失敗する、僕もよく失敗するライなんですけど、もう起き上がりですね、はい、自分のこう前傾角度とか体勢が耐えきれなくって、ちょっと起き上がると、はい、もうボールが足の位置よりも低いところにあるので、届かない、ちょっとこう薄い当たりというか、ハーフトップみたいな、そうですね、うん、はい、当たりになってしまうので、その自分のこの体勢の角度、膝の高さとか、そういうところだけ気をつけて打っていく感じですね。もう狙いとしてはもう僕はピンじゃなくて、左のちょっと広いオープンスペースの方を狙って打っていくっていう感じですね、はい、膝の高さのやっぱりキープですよね、うん、そうですね、やっぱそれはすごい意識しますね、はい、私ほどクローズではないですよね。そうですね、うん、ショートアイアンなんで、はい、多分その差だと思います。なるほど、なるほど、そうですね、あの辺ですね、はい、うん、やっぱり上はもうしっかりこうグンってこうね、はい、粘りよく動きましたね、やっぱりね、うん、うん。